はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら N ワゴンをね、試乗させてもらえるというわけで、今日はやってまいりました。ホンダ N ワゴンということでね、ちょっとこれこの間もねレビューしたんですが、ちょっと外装がねカスタマイズされてますよね。ほら、こういうねステッカーチューン、こういうのねオプションであるんですね。これエンブレムがね追加されてますよね。ほら、これちょっと立体なんです。これ横もねステッカーチューンされてますね。あは、前よりなんかかっこよくなってるわ。ガソリンタンクのほらちょっとメッキ加工になってますね。なんかねこのアルミのパーツをペチャッとつけてる感じですね。下のねこのステッカーね、これ結構ボディがね締まってかっこよく見えましたね。で、後ろ側はこう縦にねラインが走ってます。せっかくなんで後ろ開けてみましょう。ここにポッチがついてて開けやすいね。こんな感じで荷台が広くね使えるんですよね。2層になってて、もう畳むともうワゴン車みたい。これもねほら取れちゃうんですよ。いや、今回のね N ワゴンね、あの縦にねすごく広くね、設計されてますよね。特にねあの下の部分がフラットで積み下ろしがしやすいですね。少しね段差があるんですけど、ほとんどないんですよね。ではね内装の方見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。お、内装はねこんな感じです。あ、さっきまでねあのカスタム乗ってたんで、あの内装がね結構明るくて、モダンでいいなと思います。これはこれでいいですよね。ちょっともう暑いんで、エンジンつけます。テレスコピッチハンドルということでね、まあ調整ができるんですよねそれいいですよね。いや、本当ね乗り降りしやすいんですよね。これほとんど段差がなくて、床がね低い位置にあるので、いや本当にね乗りやすいなという印象がありますね。で、この N ワゴンはね、ちょっとベンチシートのような感じのシートになってますね。なので内装が広くね、使えますね。はい、ちょっとねライトつけてみました。可愛らしいデザインですよね。ヘッドライトはね LED になります。いや、この辺ねちょっと N ワゴンと N ボックス似たような、ヘッドライトになってますよね。後ろはねこんな感じで光ります。ちなみにね、L ホンダセンシングということで164万円ですね。うん、まあ軽音らしい値段になってますよね。本体価格は144万円ですね。では試乗の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よし。ホンダ N ワゴン L ホンダセンシングということでね、今ね、軽く走り出しましたあ、ちなみに今 Econモードですよね。Econモードでね、あ、こんな軽く走るんですね。実はね、あのさっきまで N ワゴンカスタムを乗っておりました。しかもね、ターボモデルということでね、結構ね、上級グレードを乗ってたんですが、今乗ってるのは、L ホンダセンシングなんですけども、あの全然ねあの安っぽさを感じませんね。っていうかね、これはこれでちょっと好みが分かれると思いますね。あのカスタムの方はね結構男気のある、真っ黒のね内装で、まあそれはそれでかっこよかったんですけども、こっちのねあのノーマルタイプの N ワゴンはあの内装がね、結構茶色くてベージュ感があってね、なんかちょっとこうアットホーム感があるんですよね。シートはねすごいねあのふわふわしてるんですよ。今ちょっとあの、マンホールとか越えてね、あの路面がちょっと悪い状況だったんですけど、全然ね全然違うわ。なんか柔らかい、お尻に優しい、家のソファーに座ってるかのような感じがしますね。で、この N ワゴンねだいぶ価格をね、抑えた感じになってますよね。あの本来のね K の価格に戻ってきたなという感じがしましたね。ちなみにねこのタイプでもターボモデルあるんですが、L ターボのタイプで150万円ですね。なのでまあ結構その辺もね値段の差があるということで、まあ、あの価格を抑えたい人はねこの L ホンダセンシングがねいいと思いますね。ちなみにね、馬力の方は58馬力ということで、数値上はね結構低いね、
パワーなんですけども、今乗ってる感じね、そんなにねあのパワー不足を感じないですね。このほとんどねこれタコメーターがねあの回らないんですよね。あの2000から3000ぐらいの間ですかね。ちょっと今ずっとイーコンモードだったんですけど切ってみますね。でこの今信号待ちしてる間にねこのブレーキホールド機能がねついてるということでね、いやこの値段でねこれついてるってすごいと思いますよ。あの今停車してる状態でねあのブレーキをフットブレーキ外してもあの車が動かないという状態ですね。あのサイドブレーキ引かなくてもね車動かないんですよね。でアクセルを踏んで解除ということで、いやこのクラスでこのブレーキホールドシステムとこのホンダセンシング、全車装備ですねいやこれついてるってすごいと思いますよ。それでこの価格か。今、イーコンモードを解除してます。普通のモードですね。あーまあ少し変わってきたかな乗り味が。でまあホンダセンシングがついてるということなんで前の車をね追尾したりするんですよね。しかもね交差点で止まった状態から少しアクセルを踏んだら前の車に追尾するというねこの画期的なこのシステムがついてるということですね。まあそういったね運転を補助するシステムがもう今やねこの標準装備でブレーキとかもね補助してくれるということでね、やっぱ安心ですよね。結構ね、年齢層が高い方はこういったねあの安全装置がついてる車をもう選び始めましたよね。やっぱりあの自分自身も守るんですが、その周りの人をね巻き込まないということで、やはりねこのホンダセンシングね、あの補助ではありますが、あの絶対ねついてる方がいいと思いますね。でこれねホンダセンシングね実はねあの取ることができます。そうなんですけど、これね取ってしまうとこのブレーキホールドシステムがねあのフットブレーキに変わってしまうということでね、まあだいぶねその辺でもグレードダウンしちゃうんでね、あのやっぱりねお金の問題じゃないですよねその辺ね。その分ねもうあの標準装備であの車両価格はだいぶね抑えられてるということで、まあ安心を買うということで、あのホンダセンシング私はねすごいおすすめしますね。はい、今ちょっと交差点の方曲がってみようと思います。やはりねこの後方視界確認するときすごいねあの視野が広いなと感じますね。このドアミラーもね大きくてねすごいね見晴らしがいいんですよね。交差点全体が見えるっていう感じしますね。でカスタムとね同じくこのエアコンのね効きもすごいやっぱいいですねあのやっぱさっきからストレスないのこれかな。なんかすごいクーラーの効きもいいし、この空気がねいいんですよね。このプラズマクラスターでね空気清浄機がついてるということで、あと窓のねこの UV カットの窓ですね、遮熱性もあるということで室内をね、涼しく保てるということですね。でこの L ホンダセンシングタイプはこのシートヒーターがついてるということでね、この冬もねいいですよね、シートがあったかということで、いやこの価格でこれだけの機能がついてるってね、いやいいですね本当に。まあ、ただねあのパワーとしてはやはりねあの高速道路とかでね少しパワー不足は感じるとは思うんですが、こういったねあの街中ではね今のとこノンストレスと言ってもいいんじゃないですかね。っていうかねほとんどねこれアクセル踏まなくて進むんですよね。2000回転から3000回転ぐらいでねこの街中ね十分対応できますね。雨踏みでも済んじゃうって感じですね。でなんといってもね、燃費ですよね。WLTC モードで 23.2kg/L、JC08 モードで 29.0kg/L ですね。いやまあこの実燃費ね多分この WLTC モードにねだいぶ近いということで、まあ 20km はね、普通に走ると思いますね。いや車両価格もね抑えられてね、しかも燃費もねこれだけいいということは、まあそれでねそれでいてこの K ですよ。なのでね税金もかなり安くてね、いやーこれいいんじゃないですかね
いや、かなり経済的ですよね。それでいてね、全然安っぽさをね、感じないんですよね。いや、いい車作るな、ホンダ。はい、Nワゴン、どうでしたかね。いや、この価格でね、この装備、いや、なかなかのおすすめですよね。しかも、荷物もいっぱい詰めます、ということでね。いや、こちらの車ね、ホンダカーズ大阪東花園店さんでね、販売してますので、詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで Nワゴンを試乗してみたでした。じゃあね、ボーイ。